次にご講演いただきますのは大江健三郎さんです。大江先生は1935年愛媛県のお生まれで、東京大学仏文科在学中の58年飼育で芥川賞を受賞され、一躍脚光を浴びました。その後、万延元年のフットボール、新しい人よ目覚めよ、懐かしい年への手紙など多くの作品を発表し、現代の人間の様相を衝撃的に描いたとして94年ノーベル文学賞を受賞されました。その後も99年にはノーベル賞受賞後の第一作となる宙返り、2000年には取り替えっ子チェンジリングと話題作を相次いで発表されていらっしゃいます。それでは大江健三郎先生にご講演いただきます。講演のテーマは市民サグレドの話です。大江先生、お願いいたします。このフォーラムの原稿を準備しています間に、ニューヨークとワシントンで同時テロが起こりました。まず私は資料を整理して仕事をしておりましたが、その資料に21世紀の英知と創造力という文字があって、それを見ているうちに、正直に言いますと頭の後ろの方で不吉な笑い声が聞こえるような気がしたものであります。21世紀の始まりに、私たちのと言いますよりも、もうあまり残り時間のない自分のことよりも、まだ若い人たちやこれから生まれてくる人たちのことを思いますけれど、そういう人たちの運命の暗い方の側面がまず示されたという思いがいたしました。英知の代わりに愚かしさが、あるいは邪悪な知恵というものが、創造力ではなくて破壊力、暴力が21世紀の最初の3分の1を満たすことになるのかもしれないと思いました。もちろん新しい人類は立ち直るでしょうけれど、その前に戦術核兵器の使用とか原子力発電所へのテロというようなことが起こりましたならば、広島、長崎ですか、チェルノブイリを手がかりに考えてみるならば、放射能の廃墟というものからの再出発は本当に長い期間を要する困難なものになるだろうと思います。私は尊敬してきた2人のアメリカの友人のことを思っていました。1人は文化問題の専門家で、パレスチナに生まれましてアメリカで仕事をしておりますけれど、その母国のためにも努力をしてきたエドワード・ W ・サイドのことであります。でもう一人は偉大な言語学者でありますけれども、今世界にのしかかっている暴力の構造について、それも現地からの細かな報道に立って、あるいは報告に立って批判を続けてきたノーム・チョームスキーのことであります。この二人のそれこそイエイチの言葉と言っていいものですが、それは現在の状況でこそさらに重要だと思います。しかしインターネットなどで検索してみましても、今アメリカの市民の大きい勢力は彼らの発言に耳を貸すようなものではないのじゃないかと私は思っています。日本の言論でも、例えば発行部数の一番大きい新聞はそういうものであります。ノーム・チョムスキーのことから話し始めたのには、直接今日お話しした私の主題とつながりがあります。チョムスキーは少年の頃から読書家でありました。文学についても深く鋭い読み方を持っている人です。それでいてこういうことを書いています。文学は想像力、洞察、理解を高めることができる。しかし結論を引き出したり、結論を実質化するために、結論を実質化するために必要な証拠を与えてくれないことが確かであるというわけです。ご同席の優れた科学者の先生方は同感されるだろうと思います。
私はまず文学を勉強することから始めまして、一生を小説を書くことだけで過ごしてきたような人間でありますけれど、チョムスキーの言ってることは正しいと思います。私は実は文学の人間が現実社会での想像力、イマジナシオンの方の想像力ですか、その想像力の役割をあまりにも振り回すことに賛成ではありません。結論を実質化する、つまり具体的な行動に移すってことが大切だと考えております。ところがチョムスキーは合わせて次のようにも言っております。私たちは人生から学ぶように文学から学ぶ。どのように学ぶかは誰も知らないが、それは確かに起こる。事実、私たちが重要な事柄について知っていることのほとんどはこのような源泉から来ている。よく考えられた合理的探求、つまり科学は時には比類ない深遠さに深さに到達することもあるが、視野は狭く、むしろ人間の認知構造の特定の属性の産物に過ぎないと私は想定しており、そのような探求から我々は重要な事柄を学ぶのではない。今の引用は科学者の方たちには不愉快なものであるかもしれませんし、あるいは今日いらしていただけませんでしたが、利根川先生のような方の最近の関心のお持ちになりようを見ますと、人間の認知構造の特定の属性の産物と訳されていますスペシャルプロパティーズ・オブ・ヒューマン・コグニティブ・ストラクチャーという言葉は、脳の働きについてお考えになっているお仕事と触れ合うところがあるかもしれません。しかし、ともかく私が申したかったのは、専門家のレベルでは広い溝を隔ててしまっている文学と科学というものがですね、若い人の教育の段階では近接している。その名残がノーム・チョムスキーのような、いわば言語の科学者である人の仕事に残っているということであります。今日私がここに、集まられた方たちの特に若い人たちにお話ししたいと思っておりますが、それはチョムスキーさんもそうらしいのですが、これもハーバードの名誉博士号というのを名誉どちらだったかな、名誉教授だったか名誉博士号だったか忘れましたが、それを一緒にもらってチョムスキーさんが横にいられて話したことなんですが、自分の生き方の実際の選択をしていく上で、科学と文学という両極は結ばれることがある、もちろんバラバラである場合もあるわけですけれど、そのことを私はいつも考えてきたということなんであります。最初に暗いことを申しましたような仕方で始まったこの21世紀を、個人がというよりも人類が生き抜いていく上で、科学の発展はそれなしでやっていくことはできないものです。それはよく分かっています。ところが科学を専門に学ぶ人たち、つまり決して多くはない人たちを除けば、もうずっと以前から科学は一般的な人間、例えば私たちには近づきがたいものであります。ここに出席していられる科学者たちの、特に現代科学の先端を担っていられる方々のお仕事はさらにそうであろうと思います。しかしどちらかといえば文学に近いような人間にも科学へのまともな関心というものは必要であります。そうである以上、それをどのように育てるか、それが、教育の場でどのように援助されるのであろうか、私はそういうことへ関心を持っておりまして、小説家としての考え方を申し上げたいと思うのであります。ノーベル賞の委員会の方と、親しくなりましたらば、彼がこぼしていたことは、自分は文学賞の係で困ると、他の専門家たちはみんな立派な学者であるけれど、
文学賞のやつは訳が分かんないと言いました。物理学賞、生理学賞、そして科学賞を受けられた人たちがホテルの裏側で酔っ払って寝ていたというようなことはないけれど、文学賞の場合はしばしばあると。君ももうそろそろお酒の注文をやめたらどうですかと言われたくらいでありますが、しかしそういう方とその世界的な科学者と同じ集まりに出していただくことになった機会に、そういうわけのわかんないことを言うことのある小説家として勇気を出してずっと心にかかってきたことをお話ししてみようと思い立ったわけであります。お笑いになると思いますけれども、実は私は子供の時科学者になりたいと決心していたのであります。戦後すぐの日本の社会にそういう風潮がありました。私と同年代の同世代の白川秀樹先生が新生中学で科学者をケミストを志されたということを書いていられましたが、白川先生は私たちの子供の時の夢を実際に成し遂げられた数少ない幸福な方なのであります。科学者になりたいと私は思っていたんですけれども、理科の教室での理論もですね、初歩的な理論ですが、それも実験も非常に不得手な中学生でありました。ただただ一つ自分にあったのは本を読む能力でありましたので、科学の本を読んでいました。それらの中で難しかったのでありますけれども、岩波文庫の古い訳で2冊本の本があったんです。その上巻だけは新生中学の3年生の時に読みました。そして下巻の方は大学に入ってから読みました。そして今も影響が残っていると感じるほど子供ながら感銘を受けた本がありまして、それがガリレオ・ガリレイの新科学対話という本でありました。この本は私が生まれるほぼ300年前、正確に言えば301年前に出版されました。ベネチアの市民のサグレードという人がいるんです。それからサルビアーチというその頃の新しい科学ですね、ガリレオ・ガリレイ、ケプラーの新しい科学、その科学者、それから長い間学問をやっていてアリストテレスの学問というものをが染み込んでいて、それを引用している人間、シンプリチオというんですけど、そういう3人の対話の形で書かれています。私は中でも市民サグレードという人の話しぶりと人格というものに引きつけられたわけです。当時ベネチアですが、ベネチア市には造兵廠というものがありまして、つまり兵器工場がありまして、そこへ市民たちが見学に行くことができる。そして職工の人たちや科学者の人たちと行き来した会話を交わすことができる。そして市民たちにガリレオたちの新しい科学が流行している、そういう時代でありました。この本の対話の最初の話題はよく知られていることでありますけれども、同じ材料と同じ仕組みで作られた機械あるいは物体は大きいものよりも小さいものの方がそれ自体において丈夫である、外からの力に対しても強いということからお話すことから始まります。そして例を出すことはとてもうまいんですが、例えば馬とか犬、猫、コオロギ、そしてアリというものを高いところから落としてみれば、アリが一番頑丈であるということですね。でこういう文章があります。幼い子供は自分の兄さん姉さんたちなら足をくじくとか頭蓋骨を打ち割るとかするような高さから落ちても別段怪我をせずに済むのじゃないかしらって、私は自分の妹を窓から落として実験をしていました。こうした話を聞くことに慣れている市民のサグレドは、科学が好きな自分がですね、科学者が言うことを聞いても分からない場合がある。この分からない話をする人は専門家のふりをしていても実は分かってもいないことを知ったかぶりをするためだと思うと、しっかり見抜いているんです。それから何を言うにつけてもですね、
アリストテレス哲学を振り回すシンプリチオという男がいる。そしてこの人がいろんな質問をするもんですから、科学者のサラディアチという人がイライラしてくるわけです。そういう質問はダメだと言うんですよ。あなたの提出した問題を解くためには今の問題とほとんど関わりのない題目に脇道をしなければなりませんと言ってためらいましたらば、横から取り出してあるのは市民のサグレードなんです。こういうふうに言うんです。しかしもし脇道のおかげで新しい真理に達することができるなら、その機会を逃さないために脇道をしたって別に悪くはないでしょう。こんな機会は一度逃せば二度とは来ないだろうし、それに私たちは何もきちっとした一言でも余分なものを許さない証明法に束縛されているというわけでもない。ただお互いに愉快な話をするために集まっているのですから、実際そうすることによって最初から求めていた回答よりもずっと美しい面白い事実が発見できればどんなにいいでしょうかというようなことを言います。先ほど申しましたけれども、14歳だった私はこのような対話に心から魅了されたのであります。そして将来、どのような道に進むにしてもですね、こういう会話ってものができる人間になりたいと思ったんです。そういう友達を発見したいと思いました。そこで私はもう高校に入った時にはすでに自分は理科の才能がないと分かっていました。それで文学に進むことになっていたにもかかわらずですね、大学を選ぶ時にはその試験科目に理科が2つある官立の大学を選んだわけなんです。数学も2科目ありましたもんですから、悪い点しか取れなくて1年浪人したほどであります。それでも2年目には合格しまして、教養学部では地学ってものを取りました。そして本当に心が沸き立つような楽しい経験をしたんです。でそしてその教養学科で、いや教養学部で学んだ地学部とですね、坪井先生、坪井忠一先生って偉い先生です。それから憲法の先生、まだ若い先生で小林直樹先生でした。そのお二人に習ったことが自分の現在の文学に影を落としていると私は考えています。私はその伝統的な日本文学の美しくてバランスが取れていて趣味のいい文章というのはやめようと思っていたんです。そういうスタイルじゃなくて、まず論理的である、それから非常に多様なイメージを描くことができるようなものをやりたいと思っていました。それには地学と憲法というのが役に立っています。もちろん私の文章のことを持って回っていて、ただ難しいだけで悪文であるという批判は最初からありまして今に続いています。それは皆さんがよくご存知のことであります。しかし私、いつかやがてガリレオ・ガリレイの対話の文章に近づいてやろうという気持ちを持っておりましてね、少なくとも出発点としてガリレオ・ガリレイを選んだことは間違っていなかったと私は思っています。それから小説家として申しますけれども、この天文対話、それから新科学対話、ガリレオの書いている人物ってものは、私は実際にベネチアにこういう人たちがいたんだと思いますね。そうでなければこのように生き生きと違った文章、人物を書き分けるってことはなかなかできにくいものだからであります。それでも思うことでありますが、21世紀初頭の現在の科学者たちのお仕事を見てみますと、その新しい科学が作り出した理論や発明の実用化ということが大きい課題となっているように思います。でそれを考えますと、17世紀の半ば、すなわちケプラーから始まってガリレオに至ったくらいの時代の新しい科学の展開というものと現在が私は似ていると思うんですね。科学の新しい発見がある、それからそれを可能にした国家というものが非常に激しい戦争の危機にあるということがベネチアやイタリアのさまざまな国にありました。それからこの前15年まで日本を荒れ狂った経済のバブルというものがありますでしょ。だけどバブルというのの一番最初の現象は
ちょうどガリレオの時代のオランダのですね、チューリップの球根のバブルというものがあった。それがバブルの最初だと言われています。すなわち17世紀と20世紀というものはなかなか似通っているところがあると思うんです。そして世界と時代に対する危機感というものと新しい科学への期待というものとが一緒に強くあるというのが現在じゃないだろうか。それがガリレオの時代と同じなんじゃないだろうかと私は思っています。そして本当に科学というものが大切に考えられている、非常に長い低落傾向の経済がありますから、それを救ってくれるのも科学じゃないかという気持ちがあるわけですね。そこで現にこのシンポジウムにしましてもですね、21世紀の英知と創造力といいますのは、もっと詳しく言えば21世紀の科学の英知と科学の創造力ということなんです。そこで小説家としてここに出ておりますのはなかなか場違いなことで居心地も悪いんですけど、しかしそういう人間に対して本当に科学に関心を持っているいられる聴衆の方が耳を貸してくださればいいと思ってお話しているわけであります。今この国を見渡してはっきりしていますのはね、ガリレオ・ガリレイの17世紀のベネチアのように科学者と普通の市民とそれから古い教養を持った人物というようなものが新しい科学について議論をするということは現在の我々の社会にはないということです。17世紀にはそれがあったということです。私たちはですね、まあその大きいクレバスというか大きい溝が目の前にあって、科学者はその溝の向こう側にいるわけです。そして私たちは溝のこちら側にいる。そしてどうしてるかというと、溝の向こうにいる科学者のなさってくださることに、夢をかけているというわけです。21世紀の人間の幸福のための夢というものをかけているということですね。私はそれが不安なわけなんです。そしてそうじゃなくて、そのどうかしてですね、その私たちに科学者と一般の人間との対話の場所、そのコミュニケーションの場所というものが成立、するようにしてもらいたいという希望を持っているわけです。それはまあ夢のような話ですけれども、私はそれが可能な場所があると思っています。それは私が最初にお話ししましたような初等中等教育に始まって、それからまあ教養学部の2年間くらい、つまり大学教育の前段階ではですね、理科系の人間と文化系の人間が一緒に勉強する、理科とその文化系のことを一緒に勉強するってことができるんじゃないだろうかと私は考えております。もちろん念のために言っておきますけれども、江崎レオナ先生がなさっておられますスーパーサイエンスハイスクールというふうな学校は出来上がっていますし、効果を上げていくだろうと思います。また日本の産業の大発展期の頃に非常に貢献された科学者で、教育家でもある方たちが言っていられた、卒業すれば最前線の研究や、生産の現場で即戦力となる若者を養成する大学というものもあります。それが役割を果たしているとも思います。私の次男は大学の理科系の大学院を出て今働いておりますが、彼と話していて本当に今望まれているような大学院があるということは私は感じているんです。しかしどうも理科系と文化系との間に溝があるんじゃないかということを今も考えているんです。ところがですね、希望ってものもあるわけです。私などが感じている、それは外国で教えてきたこの10年ほどの経験で申すわけでございますが、私は文化系の講義を持っているんです。ところがそこにですね、理科系の学生諸君が忍び込んでくるわけなんです。毎学期10人くらいは理科系の人がいました。
そして話してみますとですね、彼らが面白いのは自分がやっている理科系の問題をですね、文化的な言葉で表現するのがうまいわけなんです。それが非常にユダ人には魅力があったわけなんですね。例えばガリレオ・ガリレイが巧みに表現するように、彼らは例えばその中世紀の中世紀の爆弾について私に説明してくれることができるということですね。そして私は日本に帰ってきて、その傾向が日本にもあるかどうかを知りたいと思いました。そこで日本に帰ってきて高等学校や中学校でお話しする機会を与えてもらうたびに、そこの先生方にお願いしましてね、理科系の才能を持った高校生諸君や中学生諸君に作文を書いてもらって、それを読む、それを批評するということをやってみたんです。そうしますと彼らもどうも文化的な表現力っていうものがうまい、もちろん表現する対象は理科系のことなんですけど、そしてそういうことを彼らがうまく言うわけです。例えば野依教授が研究された非対称性ということなんでしょうか、そのいうことについてですね、1週間前も非常にいい手紙を私に書いて教えてくれた中学生がいました。そしてそういう人はですね、どういう点でそういう能力ができたかというと、どうも中学校と小学校、中学校、高等学校でですね、国語とそれから初歩的な外国語の勉強というものがよくできている学校の生徒なわけなんです。まあ、私立の学校がたまたま多かったですけれど、特に作文の訓練がある学校というところがはっきりその長所が出ているというふうに落としました。そして私は考えることですけれども、もし市民サグレードと僕先ほど言いました、科学と一般の市民の知恵というものを結びつけているような人が育ってくる環境というものはそういうところじゃないだろうかと思うわけですね。しかもこの市民サグレードというふうな人がベネチアっていう国、都市国家ですから国ですが、その繁栄を支えていたわけでもあります。当時のベネチアはもういわゆる斜陽の時代でありましたけれども、そういうことであった。そうすればもう一度日本の初等中等教育、大学教育の前半に理科系と文化系の人たちが一緒に勉強するってことは可能なんじゃないだろうか、それには大きい意味があるんじゃないだろうかと思うわけでございます。最初の話に戻って終わります。私はこのレクチャーの草稿を書いております途中で、アメリカの同時多発テロの報道を知りました。そしてテレビを見ていては、また仕事に戻るってことをしている間に、先ほども申しましたけれども、21世紀というものは英知の代わりに邪悪な知恵が栄えて、想像力の代わりに破壊力というものが、あるいは暴力の構造というものがそびえ立つ世紀になるんじゃないかという思いに捉えられたということを申しました。そして私がそうした21世紀をもっと人間らしいものにするための教育のモデルとして考えますのは、先ほど言った新科学対話に出てくる市民サグレドという人格なのであります。このサグレドって人は一般的な市民であります。実業の世界でちゃんと仕事をしているんです。そして科学者に対して生き生きした関心と尊敬の縁を持っています。そして科学者の言うことを本当に理解しようとして、理解するまで対話を続けます。そして理解すると本当に心から喜びます。そしてまたその時代まで威力を持ち続けた古い思想の持ち主に対してはですね、彼は批判するけれども科学的に間違っていると思うと、それを実験とか明確な理論でもって批判するということもする、そういう人格なんです。しかも先ほど申したようにベネチアっていう都市の
経済を支えている人でもあった、こういう市民サグレードの人格ってことを私は思うわけです。そして私はこの市民サグレードのタイプのような人たちが我が国の初等中等教育から大学教育へとつないでいく過程で育てられていくこと、そしてますます苦難の多い我々の社会の将来に向けての非常に頼りになる実態というものを構成してくれること、そういうことを夢見ているということを申し上げたいと思ったのでございます。ありがとうございます。